今日は2020年度早稲田大学学教育学部英語長文過去問を解説したいいと思います私の解説動画は英単語、英文法の知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特典に結びつかない方向けに解説を作成しますので一緒に勉強していきましょう。過去問解説始める前に英語長文読解で抑さえるべき3つのポイントについて解説します。1つ目が英文は読まない考える。2つ目が作者問題作成者の意図をくみ取る。3つ目が英文は抽象から具体に進むということです。 この3つのポイントを押さえて英語長文を取り組むとどんなメリットがあるかというと、時短でコスパよく回答できることや、正答率が向上する、それからそもそも英語を読まないので、英単語、英文法の知識があまりない方でも英語長文で得点することができます。 ポイント一つ目、英文は読まない考えるですが、まあ皆さんね、英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文読んでると難しい英単語とか難しい表現に出くわして、そこで考え込んでしまって時間がかかって時間切れという経験ありますよね。なので考えましょうということです。考えるというのは因果関係とか対比関係を用いて、英語長文本文の話の展開を類似することを考えるというふうに言っています。 二つ目が作者問題作成者の意図を汲み取る。英文読んでると、バットとかハイバットとか逆説の後って作者の主張が来やすいですよね。でそういう作者の主張になっている部分が説問になりやすいんですよね。なので作者問題作成者の意図、主張を汲み取ることが正当率の向上につながります。 三つ目が、英文は抽象から具体に進む。第一段落の一文目って結構英単語は難しかったり、表現の抽象度が高くて分からないこと多いですよね。で、最初から分からないので不安になってしまって、不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども、英文というのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですね。なので、同じ段落で言えば、後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいと。で、そこを理解することができれば、同じ話が繰り返されているだけですから、その段落全体を理解できたということになりますよね。そういう英文の構造って もちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら英文は読みませんので単語をピックアップしていってメインテーマを掴んでいきますでその後話の展開を類推していって類推した話の内容が正しいかどうかを確認しますなのでまずメインテーマをつかむとでメインテーマがつかめたらあとは類推確認ステップ2ステップ3これの繰り返しによって英語長文全体を理解していくという流れになります私の解説動画もこの攻略手順に基づいて解説を行っていきます では、英語長文ホームの方を見ていきますが、さっきも言ったように英文は読みませんので、単語をピックアップしていきます。で、ピックアップすべき単語っていうのは私マーキングしてますので、お手元に格問がある方は同じ場所をマーキングするようにしてください。逆に言うと、マーキングしていない黒文字の英単語っていうのは、英単語の意味がわからなくても問題ないと思います。ここは私も読み流す、見流す程度でやっていくので、あくまでもマーキングしてる単語、ここを見て、メインテーマかも、それから話の展開の類推確認ですね。ステップ1からステップ3をやっていきましょうということです。で、あと、マーキングする場所の基準ですけれども、新しい情報 とか作者の主張とか名刺こういうところをマーキングしていきたいですね 逆に言うともうすでに出てきた情報とか分かっている話っていうのはマーキングする必要がないですね。だってもうすでに分かっているんだから。あくまでも新しい情報とか作者の主張をつかむために単語をピックアップマーキングしているんだということです。では最初から見ていきましょう。はい最初ですね。はい college、uh, for those who can attend has long been considered the primary place for finding a mate ということではい。まあ c o l l e まずね名詞最初に出てきてますからこれはマーキングした方がいいですね。はい大学と大学がは,はい considered the primary place 最も重要な場所だと 考えられてて、for finding ガメット。このメイトっていうのがちょっと単語難しいから、ターゲット千九百とかも載ってないかな。 はい。っていうふうに思います。ちょっと、わかんないですよ。はい。ちょっと難しいかなと思うんで、ここはね、わかんなくても、一応マーキングしてるんですけど、わかんなくてもしょうがないかなという感じですね。で、えー、次見ていきましょう。はい。But means have changed since 1960年。はい。1960年から変わったって言ってますね。ここはわかりますね。変わったっていう意味はわかりますね。ってことは、ここでステップに話の展開の類推です。ここで何が類推できますかここ、対比関係ですよね。何と何の対比ですか 過去と現在の対比ですよね。だって1960年から変わったって言ってるんだから。つまり今と1960年代の対比関係がこれから起きてくるんだぞと。ここは類推できますよね、ということです。いいですかはい。ここをちゃんとステップに話の展開の類推しておいてください。じゃあ、何とね、じゃあ過去と現在何が違うのか。 そういうところをステップ3で、ね、確認していきたいですね。はい、えー。どこに書いてあるかなというと、まあ、12番の空欄があります。で、ここはわかんないですね。この単語もよくわかんない。はい。で、えー、その次です、はい。う女性が、h o w to be in the d a r n by a certain hour at night, usually around、はい、10 p.m. a weekend and midnight on Saturday. これつまり何言ってるんですかこれつまり、一言で言うと、これ、文言ですよね。 10時までに帰ってこなきゃいけないですよとか、いうこれ、文言の話をしてますよね。だから、つまり、これっていうのは、いつの時代かっていうと、これは、えと、これは過去ですよね。過去の話なんで、ね、私がその学生だった時って言ってるんで、ね、これ過去の話よ。だから、つまり、過去は文言があったわけですよね。っていうことは、これさっきステップに話の展開の類推、過去と現在の対比だから、現在は文言は、 ないって考えた方がいいんじゃないですか。ここちゃんと類推使っていきましょうねということです。で、さらに次です。you have to sign out, to give the name of your date. ってつまり、デート相手の、つまり名前ですよ。これもサインアウトで書かなきゃいけない。事前に届けれなきゃいけなかったと。でも、これは、 過去はそうだけど、現在はそうではない。そうですよね。<laughs> わざわざね、えー、外出するのにね、相手の名前なんか書かないですよね。それはそうですわ、ということです。でも昔はやってたわってことですね。で、次、13番。はい。えー、and13 番。specify where you were going. と、まあ、どこに行くのか。つまり、何したんですか、これ。 これ、並列関係ですね。13番の説明は並列関係。ここにちゃんと気づけたかどうかですね。並列関係ということは、要は、同じような内容が書かれているわけですよね。この13番に当てはまるのは、まあ、対峙する、類似するのは、このの前で言うと、サインアウトでしょうね。だから、どこにいるか書かなきゃいけなかったわけでしょ。なので、13番何が正解かというと、これは、1番です。エクスプレイに説明する必要があるということですね。 はい、で12番の説問やってなかったですけどもつまりこれは何だこの訳の分かんない単語の意味分かりましたよねつまりこれはおそらく文言という意味でしょうねこのあとだって which means その意味はというふうにこれ具体化されてるじゃないですか。 これポイント3ですよ。英文は中小から具体に同じ話の繰り返しです。つまりこのワード、この単語の意味が which means というふうにこれ具体化されたわけじゃないですか。だからちゃんと具体化されたところを我々は拾っていったわけですよね。分かりやすくなったところを単語を拾っていったわけです。だからこれは要は12番何が正解かというと、要は つまりとか、いわゆるってことでしょうね。文脈的に考えて、いわゆる文言のことを言ってるんですよ。ということをこれ言ってるわけですから、えー、どれが正解かというと、これ1番ですね。はい。が正解になります。what be called ね。いわゆるということです。はい。では、それ、ね。次の段落行いましょう。で、今度、男性ができましたと。 っていうことは、これ、男性と、今度、女性の対比が起きてますね。はい。これ、さっきまでは過去と現在の対比でしたけど、また新しく対比関係。男性と女性の対比です。はい。男性というのが、メディ have えー、プライセス e ン o ーフリーナム、ザンウマ。はい。女性よりも自由だったと言ってますね。 はい、だけれども、しかし、じゃあ、デーティングビヘイバーは、だけれども、やっぱり制限されたということなんで、これはどっちのことを言いたいんですかフリーダムなのそれとも制限してたのどっちのことを言いたいんですか作者は。それを判断するのは、やはり、 ポイントにですね、逆説の後の方が作者の主張が来やすいんですよと私言ってましたよね。だからこれはどっちかというとフリーダムの方じゃなくてやっぱり男性も女性と同じく制限があったとこっちの方を言いたいわけですねということですね。はい、えー、いいでしょうか。 で、その制限の内容はこの後やはり、ポイントさんですね。具体化されていますよというところです。はい。具体化されているところを拾っていきましょう。expected to call a woman for date at least a week in Arabs ね。一週間前にはそのデートの、まあ、日とか、デートについてなんかです、ね、連絡する必要が女性にあったみたいなことを言ってますね。はい。まあ、前もって言う必要があったと。さらに、they could not just 14番。はい。but were permitted to visit the u o m a n s dorm only on certain days and only in sitting room ということで、なんか、 その訪れる場所っていうのも、その日とか場所とかっていうのが制限、これもやはりレストレクトされてましたよということをこれ言ってますね。はいなんで14番、何が正解かというと、これは14番はこれはちょっと熟語を知らないと解けないかもしれないです。これ、ドロップバイですね、まあ、立ち寄ると、だから女性寮に立ち寄る際にもやはり時間とか場所とか、そういう制限がありましたとこういうことですね。はい えー、ですとおういう感じでまあ順番は解けなくても熟語を知らない方はしょうがないという感じですはい、えー、で次見ていきましょうで Woman、uh, could not go away for the weekend without permission ということでまあ許可がないと、えー、ね出れなかったみたいなことを言ってますねまあこれも同じリストリクとの話です The school はい15番の Kubran was acting in local p a r e n t s、uh, in p l a c e of p a r e n t s ということでつまりこれ学校が 要はどうなってたんですか親の代わりのようになっていたということでしょう。この15番のところは、はいえー。そうやって考えると15番何が入ってくるかというと、15番はこれは1番ですね。はい。言い換えろ。インアザはね。えー、学校、つまり言い換えればまあ親のなり代わりのようなもんだということですね。はい。まあそういうふうに要は制限でいろいろ親代わりのようにこう文言も起きたりとか制限したり、ね、してたわけですよね。 はい。で、その後16番ですね。The Dark Age, it was in 1960年 just before. ね。えー、a l b e r はい。変わってきますね。はい。ここから、過去と現在の対比が。 起きてきそうですね。この後変わったって言ってるんだから、どう変わったのか。つまり現在がどう変わってるのかって話がされてきそうですね。現在の話が。今までは1960年の話がされてましたけど、ここら辺からは現在の話になってきそうですよ。ということが、ここの everything change。ここを見れば話の展開を類似することができますよね。ということです。で、16番ですけれども、これどれが正解かというと、16番は、これは、 1一番ですね、If this sound right ね、えーまあ、こね、ダ、えークエイジ、なんか暗黒時代のように聞こえるかもて、ね、1900知れないけれども、す、は、べ、い、てのものがこれ以降変わってくるんですよということですね。これも文脈で選んでください。じゃどう変わるのかというと、はい、メネクロでス アド、えー、とアアンンントビドドいうことで、はい。まあ、いちいち許可取る必要も、はい。なくなったと。アバンダン廃止されたと言ってますね。はい。それから、まあ、いろんなところで会うことも、はい。できるようになりましたよ。とこういうことですね。はい。ね。ここ、ステップ3ですね。類推した内容が正しいというふうに確認することができましたね。ここで、ところで類推してましたよね。はい。ということです。で次の段落いきましょう。 で、えっ、ー、と、中の2番があるんですけれども、中の2番。はい、男女共用。そうですね。だから今っていうのは男女共用の、まあ、量とか、ね、学生寮とか、できたり普通にしてますよね、ということです。はい。 で、ただね、昔からは想像できないね、みたいなことを言ってるだけですね。But this is probably a, a context in which many of you are living. Clearly, there were ample opportunities for men and women to meet each other.、ね、だから、お互いがやっぱりこう、会うことっていうのが、まあ、昔に比べたら今の方ができやすいですよね。しやすいですよね。はい。で、17番の空欄があって、Corey Durham living has had the effect of diminishing romance. 言ってますね。これはプラスですかマイナスですかこれは明らかにマイナスです。ロマンスを減らす効果があるって言ってるんだ。これマイナスですよね。っていうことは、これ、17番っていうのはどうなりますかっていうと、これマイナスのワードが入ってきそうですね。接続詞として。はい。えー、どれが正解かというと、17番はこれは3番ですね。R に変わる。ね。皮肉なことにということで。だから、自由にはなったんですよ。自由にはなったんだけど、皮肉なことに逆に自由になったことによってロマンスが減っちゃったと。 ということですね。これ、文脈的にも違和感ないですね。ということです。はい。で、この後確認していきたいことは、じゃあ、なんで、ね、自由になったのに、なんでロマンス減っちゃったのかって話ですね。そういう話がこの後具体化されてきます。はい。なぜかというと、Each other's habits。はい。えー、お互いの習慣を見たからみたいなこと言いますね。 どういうことですかねわかんないですね、はい。えー、見ていくと、トトーーつまり、その、お互いの、その、生活状況ですね。部屋が散らかってたりとか、そういうところ、やっぱり、見ちゃうわけですよ、ね。一緒に住んでると。ね、一緒の寮とかに住んでると、学生寮とか住んでると。そうすると、まあ、気持ちが冷めちゃうとか、そういうこともあるんでしょうね。だからディミュシング、diminishing romance。 っていうことなんでしょうね。これは、えっ、ー、と、因果関係ですよ。因果関係をちゃんと使ってくださいということですね。結果が先に来てるわけですから、この後原因が。 来るだろう。ここは、類推しね、さっき言ったようにしてください。因果関係を使った類推ね、してくださいということです。はい。で、その因果関係の因、原因も分かりましたね、ということですね。はい。だから結局、siblings and possible partners, つまり、パートナー,ー,トナー恋人関係というよりかは、siblings, つまり、まあ、兄弟姉妹のような、一緒に住んでると、まあ、そういうような、まあ、なれ合いみたいな関係になってきちゃう、ということをこれ言われてますね。はい。 で、えー、ここの後も、えー、結局同じようなね、話がされてますね要は、友達関係になっちゃうわけですね。同じ両線でと。ね。えー、で、they usually look elsewhere for someone to date.、ね、デートですから、つまり恋愛対象になる。ね。彼女、彼氏になるっていうのは、はい。elsewhere, つまり、 学生寮の中ではなくて、やっぱり外。学生寮の中だとやっぱ友達になっちゃうからやっぱり結局、恋人関係になるのは、やっぱり結局は外の人となりやすいと。学生寮の外の人となりやすいということですから、19番何が正解かというと、これは2番でしょうね。looking for people not l i v i n g in o n e s Dorm ということですね。はい。学生寮の外ということです。それから18番ですね。springs up. Maybe don't w in Dormit? はいえー、ロマンティック・リレーションシップザッスプリング・アップ・ビトゥイン・ドームメイトつまり、ドームメイト同士ね、ね、えー、つまり学生寮の中同士で、まあ、ロマンティック・リレーションシップつまりま、恋人、ね、関係っていうのが 生まれるってことでしょうね、これはね。文脈的に。そうすると18番どれが正解かというと、これキャノットですね。はい。生まれるっていうワードでは明らかにないのが一つありますよね、これね。バウンスです、ね、飛び跳ねるって言ってますがね。生まれると飛び跳ねるは全然違いますよね。これ明らかに多分3番が違うんだろうなと。これは熟語の意味知らなくてもなんとなくわかるんじゃないですかっていうことですね。はい。これは正解できると思います。 じゃあ、あとは説問解いていきましょう。2021、22です。はい、20番からですね。これは1960年代。つまり、過去の話をしてますからね。はい、過去の話として正しいものはどれかというと、 これは20番2ですね。there was a curfew by which a man had to be b a c k at the d o r m これ、curfew というこの単語はね、難しいですよね。難しい。あ、難しくないのか。えっ、ー、と、文言、中で出てきてるんですね。中で出てきてます。だから、そうですよね。はい。curfew、えー、という単語は分かれば難しくないと思います。文言、つまり文言があったわけですよね。だけど、現在はないということです。過去はありました。なので、これ2番が正解ですということです。 はい、それから二十一番です。二十一番これ present d a t って言ってね、現在なんですよね。 現在の話。としてどれが正しいかというと、これは3番ですね。そうですね。ブラザーシーズまあ、セブラインという表現をね、英語長文、本文上ではされてましたけれども、つまり、お互いの生活を見てしまうから、ね、恋愛対象というよりかは、やっぱり友達とか兄弟姉妹みたいな感じになってしまいますよという話でしたね。これ3番が正解です。それから22番の質問です。はい、これ、not true ですね。 え、どれかというと、これは、2番ですね、ザロー,ーサーディスアプ,ループスオフクロー s a p p r o エドドーム。ク h l o ド Edward って、これ、男女共同の学生寮に対して、ディスアップルーブ、著者か作者が反対してましたかこれは言ってないですよね。 どっちの方が良かったとか、1960年代の方が良かったとか、現在の方が良かったとか、そういう話は全くしてないですね。ねそういう意見は全く述べてないですね。なので、これ2番は言ってないんで、これ間違いですね。はい、2番が正解です。 はい、以上になります。お疲れ様でした。あの、赤本で、ね、手に入れて、もう一度真っまな過去問自分だけで解けるかどうか確認してみてください。勉強というのは、対応思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方、動き方ができるように、もう一度自分の頭にすり込みをしておいてください。それから他の大学の去問に関しても、再生リストの方に大学別でまとめてます。もしよろしければ、そちらもご覧ください。はい、それでは以上になります。お疲れ様でした。